ふぅ、戻ってこれたんだな。俺の時代に。過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。あなたは？なぜ完全体に決まっているだろう。17号と18号を吸収したんだ。17号と18号を まさかそんな。それにしてもなぜ俺の名前を知っている。そうか、お前過去にあったのだ。なあ、妙に事情に詳しいわけだ。このお仲間は過去から連れてきてるんだ。何にしても邪魔をするなら生かすとはおかんがね。ぐつぅ、お前が存在する限り人類に未来はない。絶対にお前はここで倒す。小月青にし完全に消え去ってしまえ。セル、素晴らしい。これこそが戦いというものだ。これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。あなたにもお礼を言わないと。でも、その前に一つ。あなたは時の流れを超えて俺を助けてくれました。一体何者なんですか？いつかわかる、ですか？それはどういう…消えた？なんだか不思議な気分ですね。でも、これでようやくお礼が言えます。ありがとうございました。トランクス、よかったわね。すみません、ご心配をおかけしました。それにしてもあの男は何者だったんでしょうね。俺たちを助けてくれましたが、時空を移動する技を使えるようですし、俺たちのことも知っているようでした。それになんだかまがまがしい気配が。え？近いうちに私に会いに来るって？まさか心当たりがあるんですか？いえ、きっと違うわ。あいつはもうこの世界に出てこれないはずだから。